6回西一塁、大山を空振り三振に打ち取った東は審判にスイングをアピール。DNA0 の2位阪神、5日、横浜、実力は十分に見せつけた。DNA のドラフト1位、東がプロ初先発。で7回6安打1失点、9奪三振の好投。しかし、味方打線がメッセンジャーの前に、沈黙し、無念の黒星デビューとなった。開幕ローテの最後に巡ってきた初舞台。初回先頭、高山の初球をサイン違いで捕手、戸柱の足に当ててしまったが、それで緊張が解けました。マックス150キロの直球から110キロ台のカーブで緩急を駆使して猛虎打線を黙らせた。しかし、4回一死からロサリオ、福留の連打と大山の儀比で唯一の失点。一球の重みを痛感した。高めに抜けたカーブを叩かれてピンチを広げた。福留の右声に塁打を悔やんだ。ラミレス監督も、素晴らしかった。勝たせたかったからもう一イニング行かせたが、と悔しがった7回112球。しかし、立命大出身の左腕は、メッセンジャーはもっと球数が少ない。三振より打たせて取る方がいいのかも、と、世界を代表す。ブスケット右腕と自分を比べて反省する意識の高さだ。実は先発デビューが決まった後、夢を見た。相手は阪神ではなく巨人だったが、7回1失点で勝ったんです。勝敗は逆だったが、数字はぴたり正夢。一試合だけじゃわかりませんが、これが続けば自信になると思います。次は必ず、勝敗の方を正夢にする、星野一明。